舞台。おはようございます。ちょっと前髪行きすぎみたいな。眠っ。昨日はチロルをお風呂に入れたんですよ。自分がお風呂入った後に。そしたらなんか髪の毛濡れてめっちゃバシャバシャするから、でももう疲れちゃってそのまま寝て、したらもうこうなってました。おはようございます。朝好き、ありがとう。ミスト食べたい。ミスト美味しかったですよ。抹茶味美味しかった。よし、見て、新しいちっちゃいアイロン買いました。初めて通していきたいと思います。なんかこれいいって聞いたので買っちゃいました。え、いいかも。めっちゃ、え、めっちゃ良くない？わかるかな。なんかめっちゃサラサラなんだけど、わかるかな。なんか今までもうなんかめっちゃでかいやつ使ってたんですけど、ちっちゃめの買ったんですよ。こんぐらいの、顔ぐらいの。めっちゃいい。わかる？わからないか。ちっちゃいさん、ぽよよ星人さん、ありがとう。お礼さん、300回目のおもありがとう。チャーハンもにむきおばさんあってありがとう。めちゃめちゃありがとう。ありがとう。ごめんね。いつしか送れない時とか、本当に。申し訳ない。送りたいんですけどね。夜はやっぱり、送れない時があって。8時までだったらなかなかね。難しいんですよね。おはよう。ちゃんたさん、アフガンさん、ありがとう。エクチンさん、やけめのもありがとう。元気で。そう、今日はもう月曜日ですよ。兄さん、アフガンさん、激うまくん、ちゃんとさん、ありがとう。10MO8 さん、200回目のもありがとう。兄さん、あとありがとう。めっちゃ久しぶりにしようもんね。久しぶりです。なんかもう余韻ひたひた。 TGC のもう一回出たい。楽しすぎて。わかりますか、こっちとこっちのまとまり具合。エクスとか見てる、ありがとう。嬉しい。おはよう。
ちゃん、定食さん、本当ありがとう。とりあえず、ハンギョの、ね、ハンギョ丼頑張ってほしい。サンリオの。今日からまた学校頑張ります。今日は何があったっけ、授業覚えてないんですけど、うう危ないって、危ない、今違うやめて、もうやめて、今違う痛い、あ、チロ入れて、危ない、アイロン当たる、ダメだってチロ、残念、ダメよ、アイロン当たったら死ぬよ。アイロンしてるの？してるじゃん今。知らんよ、ゴミ捨ててきたんだけど。他は2匹はいいの？残念残念じゃん、残念、右腕飛び込んでいったんでしょ、きっと。今違う、残念じゃん。え、ソルトも入れてじゃん。ダメよソルちゃん、当たるって来るもん、こっち。ソルちゃんダメだって。ソルちゃんおいで、ソルちゃんおいで、残念じゃん。ダム君はいいよね、うん、入れたくない。残念じゃん、お前子だって。なんか髪が軽くなった。アイロンしたら。残念じゃん。持ち運びできる。うん。コードレスではないんですけど、いいです。めちゃくちゃサラサラ。正しいアイロン？うん、めっちゃいい。めっちゃいいです。なんかここがね、鉄じゃないんだよ。鉄だったら髪の毛が痛むけど。前のやつと同じじゃない？違うの？違うよ全然。ありがとう、今週は会える、ありがとう。皆さん、僕の体力をお持ちしております。ツアーもね、前座させていただくので、ぜひぜひお持ちしてます。矢田和樹さん、ありがとう。32エデンに行けるんですよ。ちょっと急がないと、ギリギリを攻めていくので、31分に出れば絶対間に合うから、33分だったらもう間に合わないんですよ。この1分の差が、2分の差が、32分だったら分かんない、ギリギリ間に合うか間に合わないか感じ。31なら絶対間に合うんですよ。これは何って感じ。明日体育がある。
通りアイロンを通しましたら、よいしょ、適当になじませよう。30分前に会えます。いいね。スクールバスがね35分に来るんで、送ってもらいます。いつも送ってもらう。やっぱなんか髪の毛下ろすとなんか暗く見えるんですよね。みゆママさん、バラありがとう。本当にありがとう。お兄さんありがとう。暑くなってきたね最近。ワンちゃんいる。あのアイロンの影、いや、まああのアイロンもだし、アイロンがめっちゃいいからかな。ちっちゃいからやっぱりやりやすいっていうのもある。つけます。なくなってきたんですけど、これめっちゃお風呂の匂いがしていい匂いします。めっちゃお風呂の匂いがする。よいしょ。パチパン。カメラも綺麗。ありがとう。アルマステリアさん、焼き目の方もありがとう。これからも見に来てください。12人へ行きたいんだよね。めっちゃ重いやつ着てみたいんですよね。あきら、ありがとう。たしさん、えみさん、本当ありがとう。たかしさん、ゆきめのもありがとう。お茶ユースなくなったの。きちんさん、ありがとう。はちさん、ありがとう。おみで、みぽんのもあげてる。え、嬉しい。うん、でももう出にゃいけん。今日どうするん、ご飯な。今急いで作ってる。今日は送っていくよ、持っていくんだって。持ってかんなら弁当買って。どっち買えんじゃん。学食買えるんじゃない。うん、スクールバス乗ってさ、着いたらもう10分やけ、10分になったらもう帰んないよ。で40分に出よう。40分おにぎりとちょっと敷くのでいい？うん。だったら作る。その間食べる。配信してるの？してる。
じゃあ陣地大阪から僕太鼓へ、ありがとうございます。めっちゃ生活感出てるねこの配信それはね毎日そうだよね。じゃあ陣地ありがとうございます。皆さんぜひ僕の太陽公演お待ちしております。ちょっと久々になったので、まあ学校だからね髪は適当でいいんですけど、試しにやってみてます。いい、めっちゃアイロンが、よし、こんな感じでちょっと、いいですね。ゆうぴょん、ハートありがとう。え、でもね、でも眠い。でも今日はなんか、みおん眠くないかも。嘘でした。眠いです。ヨーマイクさん、ありがとう。はいよ、こちら。なんかバウるんだけど今日大丈夫かな。昼食の線、昼食は学校で食べます。いつも学校のね休憩時間とかにいつも食べます。これは日課なので、やっぱ朝って時間ないんで朝は食べるのおすすめしないです。すばる、ありがとう。これから学校ですよ、みゆは。頑張ります。後ろが治ってない。おはようございます。こちら P さん、100回目のままありがとう。今日も会ありがとう。そうなんです、みゆ、ココアさんのさ、あの熊本で TGC で着た衣装がココアさんのだったんですよ。マジやばかった。テンションぶち上げました。びっくり。ペロペロさん、あとありがとう。中二人来た。ペロペロさん、300回目のもありがとう。ナヤさん、100回目のもありがとう。ラさん、あとありがとう。おはようございます。
くさんあってありがとう。ちら今週も仕事頑張れそう、ありがとう。ちょっと前髪をどうにかしたい、横と前髪を。アイロンがちっちゃいからやりやすいです。練習だけなので適当って感じで。もう短いからアイロンしたらすぐ浮くんだよね。やばくない？すぐ浮くんですよ。一回鳴らさないと無理そうですね。あるね、めっちゃ浮いちゃう。まあまあまあ、後でやろう。エジット、キラジさんありがとう、ブンドキさんありがとう。濡らしてこようかな、ちょっと。詩人がじさん100名のもありがとう。ひょもこすいとんさん100名のもありがとう。はちさんはたありがとう。おはよう。しろさん100名のもありがとう。かみなみさんはたありがとう。眠い
ビップムさん、やかみのもありがとう。前髪を濡らしてきました。浮きすぎてたの。何くらい？試験です。ありがとう。はよ、トンカツさん、ほらありがとう。なる元気さん、ありがとう。仕事いってらっしゃい。おはよう。ちょっとアホ焼き一本をね、やらないといけないけど、どこやったっけ。エポンタさん、ありがとう。ヒロさん、ありがとう。やば、おはよう。深夜だけの6時半、夢を見てる。光の灯らない蛍光灯、下には消えてる展望帳に量が分かんない。開幕戦打ち上げてなくならないよね。ここには誰もいない、ここには誰もいないから、こんな感じでいいかな。ちょっとバレそうだ。四角はなんか太すぎてもキモいけど、細すぎてもキモいので結構考えます。でも四角を巻いちゃったらむずいくなっちゃうから、前髪はちょっと濡れてるぐらいでじゃないと浮くので、今日の広島の気温は25度ぐらいまで。そうなの、暑いね。もうでも夏に近づいてきましたね。夏って感じ。こんなだけど、こっちが多いな。そしたらこっちが少ない。難しいよ。もうどのくらい、もう無理よ。どっちみちもう無理じゃない。明日だってできるし。日直なのかもしれないとか。
か思ってる。やばいな時間が。もうどうすればいいか分かんない。まあ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 、もうお弁当できたけど。え、できたの？できたよ。早っ、早く行こう。飲み物は？飲み物、お茶。うんうん、カジさんとか買ってる16茶。行こう。はい、ちょっと待てよ、固めたらいける。ちょっと待って、うまくいかない。こういう時うまくいかないの腹立つよね。パスケース持っててね、うん、カバン持ってきたっけ。え、どうせ行くのに持ってきた。どうせ持ってくのに。え、なんか時間割り揃えるかなと思って。いらないよ。ダメ、あんま開かない。しょしょ、これ違うな。明日体育があるけど、今日体育ないけど、しっかりします。痛い、目が、目が開かない。そして固まった。いい感じ。後でアホ毛ケープしたら OK。 綺麗できた。定格さん300目のもありがとう。ん？お腹すいた。うん、え、美味しそう。めっちゃ綺麗に彩りよくできた。何これ？え？タケノコよ。卵焼きは？入ってるじゃん。どれ？あ、黄色いの。これよ。うん。卵焼き。なんかもろ。あー。ピーノちゃんのお弁当です。絶対と食べられるこれ。プラストおにぎり。え、誰に？動くな。何も後悔なんか。よし、ちょっとここだけなんか太いけど、まあまあまあ気にしないかな。ケープしないとね、前髪短く見えちゃうんで。え、浮いてね。ん、 なぜ前髪が短く切られすぎて。そうだって、行こうやって言って。あ、そういうこと。じゃあ、ちょっと行きます、磨く。ここがちょっとうざいけど、もうこうやってキュッと押さえて、はい、パンチ。かわいい、ありがとう。サンサさん、ありがとう。まあ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 、適当で大丈夫です。ちょっとこれ何、女子中学なんですけど、みゆみんな可愛いんですよ。みんな可愛くしてるかもなと。みゆだけだよ。さ、ポンカさん、ハートありがとう。それじゃあ誕生日します。
13位クリミン、12位丸元気さん、11位サンサンさん、10位イヤポンテさん、9位ブンダクさん、8位アヤジタン、7位ウニさん、6位オナピ、5位キキマくん、4位ポヨセジさん、3位ニッサン、2位スバル、1位はチャンタさんでした。配信見に来てくれてありがとう。お疲れ様、ありがとう。じゃあ行ってきます、学校に。じゃあね、じゃあいい感じじゃないもん、ちょっとここキモいけど、まあまあまあ、じゃあね、また明日も配信見に来てください。頑張ってきます。今日はいや今日はあのメールちょっと送れるけど、いつしか送れないかもしれない。そう、レッスンの途中で送れたらいいけど送れない気がするので、じゃあね、ごめんね。こちら